ブエノスディアス、おはようございます。本日は最高の天気です。今日はですね、ラスコロラダス、ピンクラグーンに自力で行ってみたいと思います。昨日ツアーに申し込んだんですけど、まあ、ツアーもかなりねコスパがいいんですよ。ホテルまでのピックアップもあり、でプラスアルファでセノーテにも連れてってくれる。それでいて800ペソぐらいですかね。いろいろタクシーのうんちゃんとの交渉ですとか、まあ往復とかを考えるとそんなにね変わらないんですよね。まあなので自力はやめようと思ってたんですけど、結局ツアーの人数が集まらなくて、まあ、自力で行かざるを得なくなりました。ただですね、まあ、風もなく、そして最高の天気、今日はね最高のピンクラグーンが見れるでしょう。おやつも持って、もう完全に準備して向かいたいと思います。いろいろと不確定要素が多いんでね、たどり着けるかっていうところがまずはありますけども、自力で行くことに関しては情報が非常に少ないので、まあ、多分動画でそれをレクチャーしているものっていうのは多分一個もないんですよ。なので今回の動画が参考になればなと思っております。さあ極寒のバスを1時間乗ってですね、ティシミンに着きました。ここまでは大丈夫ですよ。アデオが出てるので。問題はここからラスコロラダス行きのローカルバスに乗れるか。結構まだ距離がありますから、タクシーだとね結構かかると思うんですよ。まあなので、ちょっとねローカルバスターミナルっぽいんで行ってみましょう。アデオのバスターミナルの真裏にローカルバスターミナルがあります。そこで、コロラダス行き70ペソでしたね。めちゃくちゃスムーズで全然問題ないですね。少なくともコロラダスまでは行けそうです。コロラダスってもうピンクレイプじゃないの？もうコンプリート。意外と簡単、このまま着けばいいけど。30分の街を含めると、バジャドリードから約3時間でラスコロラダスに到着しました。もう湿地帯とか野生のワニとかもいるらしいんですけど、野生のフラミンゴとか。いやー、しかしね、あとは海ももうすぐ近くですし、これはねちょっとテンション上がるな。別世界に来たな。いやー、ちょっと天気もいいし風もないし、これはベストなピンクが見れるでしょう。渡りたいな。
どうやって行くんだろう。がかかりそうですね、ここで、外国人と現地の人の料金が違いまして、外国人は300ペソかかりますね。多分新しく作ったんでしょうね、これね。でもね、これをご覧ください。これね、これはもうここまで来たら当然払うしかないでしょう。おそらく多分管理上の問題なのかなと。塩田を荒らされたりしないように、多分ガイド付きでしか入れないと。多分そういうルールなんでしょうね。まあまあ、中に入っていいものが取れるならば、いいでしょう。300ペソ払いましょう。これはいい、これは素晴らしい。来てよかった、たどり着いたわ。眩しいですけど、もう裸眼でやっぱり色を生で確認したいからサングラスは外しましたけど、このピンクはすごいね。これはちょっと自然のね、いわゆるこうプランクトンが反応してこういう色を出しているということなんですけど、
んと初めてのカリブ海にたどり着きました。ラスコロラダスで初めてのカリブ海です。